日清パワーステーションはかつて東京都新宿区新宿6丁目の日清食品東京本社ビルの地下に所在していたライブハウスである。通称パワーステ、新宿パワーステ。本校では2020年よりオープンした日清食品パワーステーションリブートについても記述する。バブル景気絶頂期で第二次バンドブームの中、マザー、アリアケなどの新興ライブハウスが 東京各地に開業していた1988年、開業。ロッキンレストランのキャッチフレーズで、食事もできるおしゃれなライブハウスとして人気を集めた。カメラが何台か設置されていて、ライブチューパーステ内に何台もあったモニターに、ステージが映し出されていた。様々なバンドアーティストが出演したが、日清食品の経営悪化により、赤字部門の全面的閉鎖に伴い、 日清、フーリアム全部門1階、2階レストランと共に地下に、あったパワステも1998年6月30日をもって閉鎖された。営業されていた頃は、FM 東京で日清パワーステーションというラジオ番組が放送され、有名アーティストのライブに毎回抽選にて観客を無料招待し、その模様が放送されていた。閉鎖後は、 本社のイベントホールとして転用され、ステージを撤去した以外は、内装も当時のまま残されている。用途としては、セミナーなどに使われるほか、オフィシャルスポンサーを務めている選手の試合ビューイング、社内での応援などにも使われている。地下構造のため、B2 が1階席、B1 が2階席、SDS が中2階席に相当する。1998年6月28日、 29日、30日に、ザ・ミュージック・ネバー・ストップと日清パワーステーション・ラスト・デイズと称して行われたライブをもって、閉鎖となった。出演者は以下の通り。ちなみに開催2日前の同年9月17日、赤レンガ倉庫近くに、安藤桃福発明記念館がオープンしている。2020年11月21日に、音楽特化、配信特化、無観客をコンセプトにした。 日本初の配信型ライブハウスとしてオープン。日清パワーステーションがあった日清食品東京本社の地下ホールを二22年ぶりに改装。観客はライブ中にコメントを打つことができ、ウルトラチアーを投げることも可能。配信中は巻き戻しは不可。期間限定で見逃し配信視聴は可能。配信動画関越のためのオリジナルプラットフォームを用い、コメントなどと、 ステージに設置した透過型 LED バックパネル、LED フロアパネルを連動させる。ありがとうございます。